ました。使いたくなる今時英会話。今回のフレーズはこちらの投稿です。投稿するといえば、E メールとか SNS でよく使いますね。そうですよね。昔は紙に書いて、原稿を書いて送ることを投稿って言ってましたよね。もちろん今でも使いますけど。私は Facebook や Instagram によく写真を投稿してます。どんな写真投稿してるの？昨日はパンケーキで、一昨日はタルトで、3日前はパフェで、4日前は…いや、スイーツばっかりやん。では、実際に使うとどうなるのか見てみましょう。どうぞ。Facebook の投稿見たよ。すっごく素敵だった。ありがとう。投稿したものを人に褒められると嬉しいですよね。そうですよね。テンション上がりますよね。ではさっきの会話を英語で言ってみたらどうなるのでしょう。どうぞ。 I saw your post on Facebook. It was so amazing. Oh, thank you so much. 投稿はポストでしたね。日本語でもよく使われてますよね。そうですよね。なんか郵便ポストとかポストカードとかね、よく聞くので聞きなじみある言葉ですよね。それではもう一度復習してみましょう。どうぞ。 I saw your post on Facebook. It was so amazing. Oh, thank you so much.いかがでしたか？ポスト。すごく勉強になりましたね。でも投稿じゃなくて Facebook にアップするとか載せるとかも言いますよね。それもでもポストで大丈夫なんです。動詞、ポストを動詞で使って I posted on Facebook で十分意味が伝わりますよ。そうなんだね。じゃあ仮に郵便ポストにポストカードを投稿しているシーンの写真を Facebook に投稿するなら、ポストにポストカードをポストしているシーンを Facebook にポストしている。ポストポストうるさいよ。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。わお。